好き和紙教室にやってきました。キャンパスフェスタではこういった体験できる企画がたくさん行われているようですよ。お客さんもいらしているようですね。行ってみましょう。こちらはどういった団体ですか？こちらは農学部の共生バイオサイエンス学科の、バイオマス水環境研究室という団体です。あ、そうなんですね、はい、じゃあ本日はどのようなことをなさってるんですか？本日は、牛乳パックの、再生紙のパルプを作って、そちらではがきサイズの和紙を作る体験をしてもらっています。今から和紙作り体験をするので、それに使う葉っぱをこのように選んでみようと思います。やっぱり彩りですかね。赤と、あ、これ綺麗。黄色のイチョウと、あとは緑で、これでこんな感じでいきたいと思います。じゃあ早速チャレンジしてみたいと思います。こういうことですよね。斜めに入れて、でこういうこと。薄い、やっぱりそういうことですよね。中まで入れて、ゆっくりと。そうですね、こんな感じがいいと思います、はい、そしたら持ってますので。あ、ありがとうございます。好きなように飾り付けて、はい、じゃあさっき選んだ葉っぱを、なんかあんま重ねない方がいいとか。そうですね、あ、そう、やっぱそういうことなんですね。いい感じ。はい、じゃあこれで大丈夫です。はい、ありがとうございます。で、アイロンの方をかけると、これが紙になって完成します。で使えるようになりますので、はいはい、一応研究室でバイオマスっていう未利用バイオマスだったりとか、リサイクル系のバイオマスだったりとかっていうところに当たると思うんですけど、そちらの、再利用っていう観点と、あと紙の研究をされていた教授が今退官されたんですけどいらっしゃったので、そちらで、伝統的にやっているような形になります。化石燃料ってあると思うんですけども、あれを除いた生物由来の有機物の資源だから、炭素が含まれている資源ですね。これ欲張って葉っぱ3枚使ってみたんですけど、いかがですか？和紙作りっていう伝統的な工芸が紙パックをリサイクルという近代の技術で体験できるっていうのは、考えてみればとってもすごいことですよね。すごく楽しかったです。